龍角さんは東京都千代田区にある製薬会社、また同社が製造、販売するなど薬の商品名。龍角さんは非常に歴史の古い薬であり、原型は江戸時代後期に秋田藩佐竹家の御転威である藤井玄淵によって創生され、繁栄とされる。蘭学を学んだ原神は西洋の木薬を取り入れ改良した。制定収は藩主。 佐竹義隆に使え、御転移となり、義隆の持病である図だを治すためにこの薬を改良した。龍角さんと命名されたのも、この頃とされている。龍角さんの名は、龍骨、龍脳、数の層といった気薬に由来するが、これらの気薬は、後の処方見直しの際に外された。明治維新によって、反薬であった龍角さんは、藤家に可視される。 1871年、聖帝治むは、秋田藩の江戸屋敷に近い神田都島町で、藤井役支店をはじめ、龍角んは一般に発売されることとなり、聖帝地の長男、徳三郎の弟、佐田吉が対局に支店を開いたとされる一方、秋田県立博物館の展示によると、明治初期の記録によると、徳三郎は、聖帝地の三男。聖帝治むは、 大局と東京に店を持っており、はじめは大局を本店とし、やがて拠点を東京に移したとなっている。1893年、徳三郎が龍角さんの美粉末状の処方を完成させ、藤井徳三郎商店を開業。8月に、生艇おさむが死去し、10月には家徳を継いだ。また業界に先駆けて、積極的に新聞広告を出したり、 街頭宣伝を行ったりして、龍角さんを全国的なヒット商品に育てることに成功した。関東大震災後に大阪へ工場を移し、事業を復興するにあたり、東園の森かき亀一郎が、船会社との交渉などで協力して、製品や救援物資の輸送が可能になったという。株式会社としては1928年に設立。 第二次世界大戦後の1964年には、社名を主力商品名の龍角散と解消し、また、同時期にアジア輸出、技術提携を展開、錠材や散材、トローチなど龍角散を関した数多くの商品を開発している。藤井康夫が社長だった1970年頃から、主力製品の龍角散の売り上げが頭打ちとなり、 1990年代半ばには、負債が40億円あり、売上高に匹敵するほどの経営危機に陥るが、知名度のある龍角産ブランドを活かした喉飴や、水なしで飲める新製品を軸にした、市場展開が走行した手直しに成功した。また、近年は服薬補助ゼリーがヒットした。医療用分野では1990年から、ジェネリック医薬品分野にも進出している。 千葉工場株式会社竜角さんが製造販売する鎮貝巨端薬。炭を切って咳を抑えるための薬である。散剤だけでなく、トローチや錠剤、喉飴なども販売されている。ご本。といえば、竜核酸のキャッチコピーが長年使われている。卑怯、セネガ、胸人、肝臓を中心とした木薬が配合された粉末タイプの薬で、咳、 単、喉の炎症による声がれ、喉の荒れ、喉の不快感、喉の痛み、喉の腫れに、効能、効果を有する。一回一杯を1日につき3から6回に分けて服用する。なお、生後3ヶ月未満の乳幼児は服用しないようにする。直接喉の粘膜に作用して効果を表す薬であるため、飲料水を使って服用すると効果が薄れてしまうので、 必ず飲料水なしでゆっくり溶かしながら、喉に運ぶように服用する。2012年4月に、リスク区分が変更となり、従来の第2類から第3類に移行した。硫化酸、細硫、硫化酸ダイレクトスティック、硫化酸ドロップのドローチも同時に、リスク区分を変更している。大気汚染が深刻な中華人民共和国では、新薬と呼ばれる。2017年に、 他人の楽天ポイントを不正使用し、購入した中国人の男が逮捕された。中国国内では模造品が密造されており、商品名が龍の山のどすっきり飴となっていたり、家紋が下がり富士以外のものが使用されていたりしており、龍角山の公式ホームページで注意喚起がなされている。昭和20年代から台湾や大韓民国への輸出を開始した。 2019年現在は、台湾、大韓民国、香港、アメリカ合衆国、タイで展開している。また、2017年から、越境 EC を開始し、中華人民共和国向けに、自社サイトでネット通販を行っている。2019年には、過純増級と提携し、今後中華人民共和国にて、龍角散ダイレクトスティック、 竜核酸の喉すっきりタブレット、竜核酸の喉すっきり飴を、カジュンゾウ級が販売することを発表した。お薬飲め種とは、主に幼児を対象とした薬の服薬補助ゼリーであり、薬をゼリー状のオブラートに包み込み、服用できるようにしたもので、特許取得商品である。お薬飲め種は、登録商標である。味は、ピーチ味と、イチゴ味、ぶどう味があり、 また小薬に対応したチョコレート味も開発された。もともとは塩化が困難な病人のために開発した商品で、1998年から、硫核酸塩化補助ゼリーとして市販化されている。一方で、従来からの硫核酸塩化補助ゼリーも健在であり、また大人用の補助ゼリーとして、楽々服薬ゼリーという商品がある。これらは、レモン味となっており、適度な酸味が、 唾液の分泌を促す働きを活用している。また、独特の強い香味があり、飲むのが苦手な人が多い漢方薬に対応した、漢方薬服用ゼリーという商品もある。従来の服薬補助ゼリーは薬を包み込んで使用することが前提となっており、かき混ぜると薬がゼリーに溶け出し、薬の味が染み出る難点があった。 本品はゼリー製状を改良したことでかき混ぜて使用することが可能となっている。味は小薬にも対応できるように、いちごチョコ風味とコーヒーゼリー風味の2種類がある。2013年5月には、楽々服薬ゼリーをリニューアルし、翌月には新たにスティックタイプを追加発売した。両商品の CM では、キャッチコピーが、ごくん。といえば、龍角さんに変更されている。 福薬補助ゼリーの開発は、営業から、福薬補助水の依頼を受けた原執行役員の福井、厚子の発案で、社内の反対の中、藤井原社長の決断で進められた。福井は、この一連の福薬補助ゼリー開発で、日本薬剤学会主催の、日化生成剤学奨励賞など、計6つの賞を受賞した。近年は発祥の地である、秋田県で、 飴の原料となるハーブの栽培に力を入れており、テレビ CM などで積極的なアピールを行っており、2015年3から5月には秋田県立博物館で5本、といえば薬店秋田のミニ薬博物館が開催された。2019年には大仙市大曲、秋田市三里町6号で流さ産の紙袋やポスターなどの家庭薬店が開催された。 ありがとうございます。